始めます。本日生のミクロッピが登場しました。もう映ってますよ。え、いえ、ミクロちゃんどこ座っていい？どこでもいいですよ。でもチーム別の方がいいよな。そう、多分そう。はい、聞いた。さあ、あと1分。え、こっちは？え、持ってるで。あと40秒。まず、A さんに釣られてる。あと。あれ、なんで、あれ、ケイカちゃんの分も買ってきたけど、ケイカちゃん出ないよ。ここ G 出ないよ。違って、普通にケイカちゃんにお菓子あげただけみたいな。まあ、ええやん。俺がポップ ID カフェプレゼントしてたら話を聞いて。俺がポップ ID カフェプレゼントしてたらビグのアイドルブックイエーイで OK。 あんま慣れてん、あんま慣れてん。あんま慣れてん。あと8秒。音符音符が出てないな。6、5、4、3、2、1、スタート。ポップアイディカフェプレゼンツ、ビグのアイドルブック、イエーイ。はい、カメラの人が撮った。まあ、ショールームで見る限り僕真っ暗で何かがうごめいてるようにしか見えないという。お前ら、闇。こっち。さあ、1番に切り替わりましたかね。オッケーですかね。一番ってどっち？あっち。ああ、オッケー。イエ。オッケー。はい。この番組は大阪日本橋にありますアイドル育成型カフェポップ ID カフェの2階ポップ ID ステージにて公開生放送でお送りするアイドル育成型バラエティ番組です。イエ。怖い。そして私が、まあ今は映ってないですけれども MC の通りすがりのお笑い芸人のエンターユートです。よろしくお願いします。はい、イエーイ。はい、そして本日の出演メンバーはこのメンバーです。はい、イエーイ。イエーイ。自己紹介よ。はい、どっちからやる？もう奥からしましょう。リロさんからしましょう。はい、じゃあ私がせーのって言ったらみんなでオスって言ってください。毎日頑張りのしてます。せーの、オス。ありがとうございます。リノさんこと村リノです。よろしくお願いします。イエーイ。はい、アイドルブックをご覧の皆さん、そしてここにいる皆さん、私がせーのって言ったら一緒にコロコロって言うかコメントしてください。お願いします。はい、今日も明日も明後日もみんな一緒にレッツコロコロ。ありがとうございます。ピグの元気っ子コロコロ担当ゆのこと佐々木ゆのです。よろしくお願いします。イエイイエイ。はい、みんなの妹天然とじっこオンピーことオンプです。よろしくお願いします。イエーイ。はい、ピグ研究生サムミクロピことミクロです。よろしくお願いします。イエーイ。はい、はい、ということで、まあ、番組の、冒頭でございますが最初にねコーナーに行きたいと思うんですが、その前に見つめ合わないで前だけを見てコーナーの冒頭ね、今日はアイドルブックを見に来てるお客さんの中に、おハッピーバースデーな、イエーイ。ハッピーバースデーなお客さん、ハッピーバースデー、ハッピーバースデー、上手だね。ハッピーバースデー、ハッピーバースデー、ハッピーバースデー、ハッピー。静まれ。ほんまにもう、ということで、そのお客さんのために皆さんでハッピーバースデーのソングを歌いたいと思うんですが、はい、皆さん大丈夫ですか？いえ、よき。丸。さあ行きましょう。せーの、ハッピーバースデー to you、ハッピーバースデー to you、ハッピーバースデー dear てっちゃんさん。あとあゆさん。あとあゆちゃんも誕生日ね。ハッピーバースデー to you。おめでとう。
指導するか、なんか子供の学研教室みたいな感じのね想像しましたけれどもさあ、てちゃんさんおめでとうございます。おめでとうございます。さあ、ということで番組の方を進めていきたいと思いますが、まず最初にコーナーいきます。はい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 、トーク力を磨け、ピグトーク、イエーイ。何ですかそれ。このコーナーではですね、とあるテーマに沿って皆さんにはフリートークをしていただくというコーナーなんですが、なんですが、今回はちょっと4人で、しかもちょっとね、今月あるイベントのチームで出演されているということで、そうなんですよね、今日ね、そのイベントについて喋りたいと思います。ちなみにそのイベントとは何ですか、いのちゃん答えてください。どっち？リノ、ユノ、ユノちゃん。スタンドイリュージョンというピグの研究生以上のメンバーでチーム構成された中で、曲をそのチームメンバーでやって戦って優勝すると良き感じになるというイベントです。良き感じになる、そうだね、良き感じになるイベント。そうだね、ちょっとその良き感じをちょっと具体的にね説明してほしかったんですけれども、まあ、良き感じになるイベントに外部に出る、そう、外部に、ね、外部のイベントは本当はピグの選抜メンバーしか出れないんですけれども、もしそのイベントで研究生が優勝しても研究生でもそう良き感じに外部イベントに出れます。まあ、めっちゃざっくり言うと公式チームができる。そうだね、その優勝したら特別に外部に出れるチャンスができると。そうそうそう、なるほど。そして今回はまあツイッターでも告知しましたが、はい、チームごとに出演するということですが、うん、ほい、はい、ね、2人ずつのチームなんですよね。はい、ね、ほい、元気ね。はい、じゃあ奥の、ね、リノさん、イノさんチームの、チーム名から紹介してあげてください。はい、せーの、私たちチームゴールドエクスペリエンスです。全然息合ってないな。じゃあ今やからな、今やからね。はい、じゃあポンプちゃん、はい、リノちゃん、はい、どうぞチーム名を。おばかしてるか、してる、してる、せーの、ザ・ワールドです。はい、ただ言う言うなんか多分こういうやつやね。そう、ゴールドエクスペリエンスですはあったやんか。もう一回やりたい。え、もう一回やりたい、もう一回やりたい。テイク2、テイク2、もういいよ、手短にいきますよ、せーの、私たちチームゴールドエクスペリエンスです。イエーイ、良き感じにできました。良き感じにできました。さあ、この2チームですが、まあ、スタンドイリュージョン意気込みをまずは聞きたいと思いますが、じゃあ、はい、ゴールドエクスペリエンス、はい、意気込み、意気込み、まあ優勝しますよ ね、もちろん優勝しか見えてません。もう決めましたよね、曲、うん、もう曲決めました。ほう、意識高いんで、意識高め。それはじゃあ結構早い感じ、早い段階で、だ早いこと決めとかへんとね、ごちゃってしちゃうし、はい、まあ、練習できる時間が増えるわけですからね、決めたことね。意識高め族、はい、意識高めエペリエンス、ちょっと日本語能力が高めでした。どうしたどうした。はい、じゃあお二人は、はい、チームザワールドはどうですか。いやはやいやはやそれ言ったらさ、いけると思ってるんですよ。 やろ、いやないよ、はい、二人とも研究生だからさ。そうそうやね、そう、舐められてると困るよねって話だよね。そうだからね、うん、あ、そういうのばっかりできるね、パフォーマンスできたらいいなって思います。で、やります、はい、頑張ります、頑張ります、はい、頑張ります、ちょっと入ってこんでいいからリノさん、頑張って頑張りの、はい、よろしくお願いします。あ、ここでね、じゃあちょっとコメントの方読みたいと思います。よっ、いきますよ、はい、イ・ユンソクさん、こんばんは。こんばんは。三上凛、リノちゃん、かわいいね。え、待って、桜やとったやろ。三上にリノちゃん可愛いね。桜やん、桜やん、小湯の、小湯の、ユノって言わへんあたりだ。イ・ユンソクさん、ワイ・リノちゃん、イエーイ。あれあれ、リノ、イ・ユンソクさん、ミクロちゃん、イエーイ。飛ばしたな、すっ飛ばしたな、すっ飛ばしたぞ。ジャーキングマスター、こんばんは。こんばんは。アセロラさん、ユノ、ミヤパパさん、ミヤパパさん、ミヤパパさん、ユノ、ユノ、イ・ユンソクさん、リノちゃん、イエーイ。イ・ユンソクさん、オンプちゃん、おー、イエーイ。とりあえず全員の名前言うってね。そういう、嬉しいね。ジャンキングマスター、お、お菓子かい。もういや、お菓子や、お菓子や。まあね、確かにネタバレはちょっと早すぎた気がしますけど。イ・ユンソクさん、オス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 。リノさんの自己紹介とかね。あゆさん、コロコロ、コロコロ。イ・ユンソクさん、コロコロ、コロコロ。イ・ユンソクは、ハト、ビヨンビヨン、はい。新しいできた。
ちょっとすぎてめっちゃおもろいやつや。まあこれについてはちょっとね、後で打ち合わせしたいと思います。せやな、後で言及しなきゃやつやな。じゃあキングマスター、イエーイエーイ。ちょいわらさん、あゆさーん。ちょいわらさん、まさかのコメントでこうね、小室をやっていく感じ、あるね、押されてんな。おかじいさん、ヤッホーヤッホー。ちょいわらさん、てっちゃんさん、またてっちゃんさんも呼ぶっていう。お誕生日ネーム、お誕生日ネーム。あゆさん、あゆは下でコーヒー飲んでます。知ってます。せやな、せやな。ユンソクさん、てっちゃんさんおめでとう。イエーイ。あ、ユンソクおめでとうって。ちょいわらさん、おるんかいあゆさん。イユンソクさん、ございます。はい、ございます。ございます。ございます。めっちゃおもろい。かわいいな。てっちゃんさんが、あゆさんおめでとう。あ、おめでとう。イユンソクさん、顔文字がちょっと表現できないですけど。ちょいわらさん、みりんちゃん、いいって。そうやそうや、コメントにコメントにはいてますから。みかみりんちゃん、てっちゃんさん、あゆさん、おめでとうございますって言って、みかみりんちゃんからおめでとうございます。おめでとう、おめしゅん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 。そして、てっちゃんさん、みりんちゃん、ありがとう。うんうん、イユンソクさん、あゆさん、おめでとうございます。あゆさん、ありがとうございます。イユンソクさん。そしてちょいわらさん、ゴールドエクスペリエンスもザワールドもフィギュアあるから前に飾れば。あのジョジョのゴールドエクスペリエンスとザワールドのフィギュアがあるので飾れば。となんなんゴールドエクスペリエンス。私いまいちな由来を分かってないよね。人なん、ゴールドエクスペリエンスって人。なんかジョジョやんっていうな、ジョジョ、あのな、それは人顔が聞いて。あれはゴールドエクスペリエンス。 あれそうなんちゃう。ゴールドっぽいもん。なん、ザワールド。じゃああれがザワールドやな。ザワールドもあるん、すごいな。というかあれジョジョのチーム名ない。そしてフィジさんがこんばんはと。フィジさん、こんばんはと言ってるんですけれどもね。こんばんは。ちょっと雑雑。え、待ってこれ。え、なんやこれ、2つともゴールドエクスペリエンスではないです。いや違うよ、ザワールド。なんだ、一人でそういう名前。テントウムシついてる。テントウムシついてる、いっぱい。え、テントウムシまだいいやん。これ、よう分かんねえ。何も分からんねえ。さあ、ということで。あ、ハートいっぱいついてる。沈まれ。はい。さあ、ということで、いきたいと思います。大丈夫ですか、人形。はい、ちょっと、手間に置いといてください。はい、あ、こっちよ。立ったな。けどな。さあ、安定してる。スタンドイリュージョン。はい。あと2チームあります。その、お互いにね、意識してるところとか、ここちょっと、ここ危ないけど、大丈夫かなみたいな不安要素とかないですか。両方や。でもスタープラは強そうよね。スタープラは強そう。スタープラチナ、はい。あーで、なんか個人的にあれやな、あのクレイジーダイヤモンドがどうなるんか分からすぎて読めへん。読めへん。このチームは未知数、うん、だからあのモモカとアムルとミリンのちょっとチーム、うん、読めへんね。分からへんくらい。なんかでもうほんまにスタープラチナは、うん、あのもう見た感じ強そう。うん。てかちなみにお客さんはそのどのチームにどの子がいるとかいうことはもう知ってはるんですか。なんか知ってはる人と知らへん人と言いはるで。あ、知ってる。知らはらへん人もいはるわ。じゃあもうそのチーム名とメンバー紹介しておきますか。はい、そうする。そうっすね。チーム、まあここはじゃあスタープラチナから。スタープラチナは、うん、ピグのリーダー、ケイカリンと、ピカ、好きすぎか、はい、ピグのピンクの妖精、はい、はるなちゃん、はい、と、あとアスピースです。ここアスピース新メンバー、アスピースです。心に。そしてゴールドエクスペリエンスが、ゴールドエクは私たちです。リロちゃん、イエス。そして、ザワールドがミクロッピとオッピちゃん、はい、はい、で、クレイジーダイヤモンド、はい、がモモカと研究生のモモカで、研究生のアムル、はい、と選抜メンバーのミカミリンです。はい、ミリン。なんかこうそこだけなんか選抜と研究生が混ざってる、うん、そうなの。そうそれは未知数やね。そう、うん、ちょっとよくわかんない。あ、いいだよね。そう、よくわからへん。サンドウィッチマンさんみたいな。なんかこのチームもよくわかる。うん、わかんない。わかんないよね。え、名前似てるしさ。それだけだろ。うん、なんかそんな気にする。ユノリノみたいな、あるやん、リノユノとか。うん、大正やし、語呂がいい。対象？対象やね。なんで？対象？一の話。あ、一の話。背丈が同じなんです。ああ、なるほど。背丈同じポジなんです。なるほど。そうやな。先発のポジションでまあこ う左右に分かれてる。そうそうそう。それが一緒になりました。ちゃったね、なるほどね。じゃあちょうどいい。良き感じかもしれない。良き丸。良き丸。スタンドイリュージョンいつでしたっけちなみに？16日。十、う、六、ん。でね、そのスタンドイリュージョンね、16日にありますけども。
まあ、そこまでに、まあ、どうせせっかくアイドルブックにチームとか全員が出てくるんやったら、うん、チームでなんか対抗でねバトルしてなみたいな。おー、え、待って、ここでも、ここでもピピーン、マジかー、だからピピピピン、まあここで戦いまして、はい、で結果が出ます。で次週に持ち越してマスタープラチナが出るのか、まあクレイジーダイモンドが出るのか僕ちょっと分かんないですけど、はい、でまたその結果を踏まえて戦ってくれると。で最終的に誰が一番強かったのかと。お、私、はい、うん、待って待って待って、個人戦どうした、何抜けがけしてる、チームじゃない、チームじゃなかったな今、湯の間で置いていかれてるやん、まだ10分しか経ってないのに、もうオールドエクスペリエンス、最後に私も蹴散らかされるみたいなエンディングが待ってる、曲決まってんのに。そうやな、なんかあの今のさ、なんかさ、優勝まで来た、じゃあ湯のバイバイみたいなさ、さ、あの盛大な裏切りが見える感じがやばい、勝つのは私だけでいいのよみたいな、そう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 、今どうした、めっちゃおもろいやん、怖しゅんやわ、怖しゅんやー、これもっときっとやな。そこで、皆さんにはバトルをしていただきますので、はい、早速コーナー行きたいと思います。イエーイ、はい、次のコーナーはこちら、ビグバトルです。イエーイ、イエーイ、割とコーナー名がそのまんまやったからちょっとびっくりした。まあ一人でね、コーナー名を夜中に考えたんですけど全然思いつかねえと思ってそのまんま保留っていう、仮かっこ仮でね考えてました。このコーナーではですね、まあ、今回はサードイリュージョンですけれども、はい、月ごとまたは週ごとにメンバー同士で対決するコーナーですございますので、今回はチームが分かれてるので、うん、そうですね、まだ選ばせてあげます、うん、ここでもうその後のクレイジーダイヤモンドまたは他のチームの、バトルの内容も決まります。早口言葉か都道府県の名前を言う、どっちがいいですか。どっちがいい、古今東西都道府県の名前を言うか、いや早口言葉対決か。いや絶対都道府県派よ。いやいや早口言葉、絶対都道府県派よ。シンキングタイムは5秒です。5、どっちでもいい、4、3、2、1、はい、ゴールドエクスペリエンス、どっちがいいですか。どっちでもいいです。んどっちでも勝ちます。どっちも勝つ、うん、選ばせてあげます。おお、余裕ね、選抜の余裕ね。研究生どうですか。ざわるとここで意見割れてるんですよね。何、どっち。私は早口言葉。私絶対言われへんもん、早口言葉。いやでもね、多分ね、今までアイドルブックでね、先週先々週3週にわたってツッコミを練習して早口言葉にあったんですけど、誰一人言えてない。ほら、その戦いの方が未知数かもしんひんな。おもろそうやな、そうする、早口言葉にしましょうか。ちょっと面白そう。だ都道府県とか関西しか言われない都会に、ね、少な少なっていう、いや47はちょっと多い、多いな、みんな住んでんねんちょっとしんどいから。よし、では早口言葉に行きたいと思います。ほい、はい、じゃない、頑張る、はい、はい、頑張る。さあ、じゃあ3種類早口言葉用意しますので、チームごとに2人いますので1人3回早口で言ってください。いきますよ、はい、どっちからいきますか。先攻後攻じゃんけんしてください、はい、勝った方が先攻、負けた方が先攻。勝った方が先攻です。最初はグーじゃんけん、はい、あいこでしょ。いや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 、今のはフェイントすぎるやろ。はい、だからあっちはあのあいこでしょだったら、こっちはあいこでしょ、こうもあげるのかみたいな。今の僕が言います。行くよ、最初はグーじゃんけんぽい、あいこでしょ、あいこでしょ、あいこでしょ、ほえー、では先行か、チームザワールド、はい、いきたいと思います、はい、まず最初のバスガス爆発。うわー、もう一番苦手、無理最初から難しい、無理無理、確かに、いや、ちょっと待って、さあ、もう一回やって、バスガス爆発、バスガス爆発、何、バスガス爆発を3回誰が言うの。お二人とも2人、同時、いや、同時じゃん、分かるよ。俺耳4個くらいないからどっちからでもいいですよ。じゃあ、ミクロちゃんからいきましょうか。はい、はい、ではカメラに向かって、バスどうぞ、せーの、バスガス爆発、バスガ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 ス、バスガスガス爆発さよならあれ、一回目結構言えた、ガスガスガスみたいなはい、お客さんに聞いてみたいと思います。ニコロちゃん、さっき言えたと思う人違うねんか、違うねん、はい、では次ポンプちゃん行きましょう。しゃおめばかい、せーの、バスガス爆発、バスガス爆発、バスガス爆発。おお、言えたけども、ちょっとスローやね、ちょっとスローやったね、あ、怒ったいや、まあまあ、あれやった、お客さん判断でしょ、お客さん見てる人判断、あ、でもなんか音符ちゃん推し側なんかおる気が、そんな気が、割合が多い、そんな気が、あ、何が、ちょっと
はい、ではいきます。おんぷちゃんが無理やな、これおんぷちゃん、ちゃんと言えたって思う人、手を挙げてください。はい。あー、みんな言えてた。でも言えてた、言えてたか言えてないか、そうやね、言えてた。ミクワたち言えてたって、忘れるっていう。バス、バス、ガス爆発。バスがガスで爆発。そういうことや。バスガス爆発。はい、では、どっちからいきますか。ゆのちゃんからいきましょう、こんちゃん。いきます、せーの。バスガス爆発、ガスバス爆発、バスガスバス発。イエーイ、言えた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 。ガスから始まるね。なんか音楽の父みたいな声が。言えたよね。言えたよね。はい、言えたところで手を挙げてください。じゃ無理やったからリノさんにギュッてしたやろ。言えたって言う。なんねー、話を聞いてください。わあ、聞こえない。はい、ではリノさんいきましょうか。あー、いきます、せーの。バスガス爆発、バスガス爆発、バスガス爆発。おお、上手。これはもう上手に行きましたね。せやな、言うた。めっちゃ上手やった。はい、じゃあこれですごーい。ほんまやな、1対1や。いきます、次。東京特許許可局。あー、これはいける。3回言ってくださいよ。東京特許許可局。無理や。許可局。許可局。許可局でしょ。許可でしょ。許可局。よしってしてくれると。許可局。グッジョブって言ってくれ。いきます。じゃあミクロピカ行こうか。は、言えるかも。はって言って。はい。犬みたいな声出たり。いきますよ。はい。せーの。東京特許許可局、東京特許許可局、東京特許許可局。イエー。さようなら。はい、次おんぷちゃんいきまーす。せーの。東京特許許可局、東京特許許可局、東京特許許可局。おー、すごい。あんだけ早口言葉苦手でミクロがやりたいって言ってたのに。ほんまや、勝敗やん。勝率があったんや。さあ、これで一勝しましたので、まあ、2人ここだから、2人とも言っときたいですね。わー、すげーな。じゃあ、ゆのちゃんいきましょう。せーの。東京特許許可局、東京特許許可局、東京特許許可局。クリアー。まあ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 、言えた言えた。お客さんどうですか、手を挙げてください。言えたね。ね、ほらほら言えてる。でも手挙げてって言ったよ。はい、手挙げてください。ほらほら、なんか言えてるわ。まあまあ、でも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 。はい、では皆さん、いきますよ。はい、せーの。東京特許許可局、東京特許許可局。ちょっと待って、言葉間違えて。東京特許許可局。東京、私は東京に特化しているんだ。意味変わってくる文章の。東京特許って何。皆さんは何してるの。じゃあ今さあ行きます。はい、もう一回テイク2や。待て待て、いや、まあ、見てない、まだテイク2じゃない。え、東京、もう1対1でもう。あー、またドロー。最後は3個目の早口言葉。ほな、ちょっと待って。ありますよ。東京特許許可局。東京特許許可局。隣の客はよくかき食う客だ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 。あ、いける。隣の客はよくかき食う客だ。はい、じゃあ。はい、3回。ミクロッピーいきます。はい。3回です。せーの。隣の客はよくかき食う客だ。隣の客はよくかき食う客だ。隣の客はよくかき食う客だ。おぉ、ただ滑舌が悪いだけじゃなかった。得意なものとか。はい、じゃあ、おんぷちゃん、これ続きましょう。せーの。隣の客はよくかき食う客だ。隣の客はよくかき食う客だ。隣の客はよくかき食う客だ。やばい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 。やったぜ。やったぜ。イエイイエイイエイ。さあ、マッチポイント。はい。さあ、デュースに持ち込めるか。これは2人正解しないです。と、イノちゃんが間違えたその時点で、ゴールドエクスペリエンスの敗退が決まります。ヒューヒュー。重大。大丈夫大丈夫。プレッシャープレッシャー。では、いきます。いいな。イノちゃん。せーの。隣の客はよくかき食う客だ。隣の客はよくかき食う客だ。隣の客はよくかき食う客だ。イエーイ。やばいやばいやばい。待て待て、逆にプレッシャーしたと思ってる。さあ、皆さん、ここで勝てばデュースでもう1回戦いきます。じゃーん、いきましょう、皆さん、はい、せーの。隣の客はよくかき食う客だ。隣の客はよくかき食う客だ。隣の客はよくかき食う客だ。揺れてる揺れてる。ちょっとさ、待って、一発目関西人おったけど、うん、それ隣の客はよくかき食う客や。あったわよ。あったわ。いやいやいや、あったあった。ダメだ。お題とはちょっと違うから。意味一緒や。いや、違うや違うや違うや。あれや、あの、それなった瞬間にみんなあってなったから、多分もうあかん。そうやね、笑ってたし、笑ってたし、ゆのちゃんの顔が一番気づいてたもん。あ、やっててこの人。むずいわ。ということで、なんかベスト。
え？パン壁した。何パン壁って。パン壁した。パン壁もじゃあしましょうか、うん、もう負けましてるけど、うん、え、パン壁っていうね、ボーナス問題。ボーナス問題。パン壁、パン壁、パン壁って早口で10回。パン壁、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 パン壁。え、言えそうやけどな。そうなんですよ。いやー、これめっちゃむずいね。10回も言えない。はるなちゃんはパン壁って言ってるの一発目でカンって言ってました。さすが、はるなぶし、はるなぶし。いきなり新たなものを生み出す。それがはるなスタイルです。さあ行きます、ミクロピカ行きましょう。ちょっと待って、これは、はい、10回、10回言うの。パン壁、10、パン壁、10セットね。パン壁、そう、なんで。はい、はい、いきます。おかしくない。せーの。パン壁、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 カンパカカン。ほんまや、これ難しいな。もっと元気よく早くね。あー、オッケー。はい、おんぷちゃんいきましょう。せーの。パン壁、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 パン壁。おお、え、大きい。すごい。あんなに早口言葉言えばよかったのに。よかった。嫌言えてね。嫌な種類もあんねん。いけるやつ、いけへんやつね。そうそうそう。さあ、ここでじゃあゆのちゃんとりのちゃんもりのちゃん言うたけど今2人が正解すればラスト問題に行きましょう。お、2人が成功すればね。あ、そっか、なるほど。いきます、ゆのちゃん、せーの。パン壁、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 パン壁。惜しい、悔しい、悔しい。今言えると思ったのに。これね、あのパン壁、最初言うのパン壁、パン、この辺7回目ぐらいから、そうそうそう、6、7回目から口が言うことを聞かなかった。なんかバカになるってやつやな。うわめっちゃ悔しいな、これ。なんかリノさんね、あのパン壁練習しときますって言ってたから。おー、言ってみ。やったや、あっためといたパン壁。せーの。パン壁、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 パン壁。大統領の相手取りだったけど。引き見ようがすごい。パンがめっちゃかっこいいね。パン。パン。パンって言ったね。壁までなんか英語に聞こえてた。そうやな、そうやな、そうやな。パン、パン。めっちゃかっこよかった。リリースかった。ということでチームザワールドの勝利でーす。イエーイ、ありがとうございます。やったね、イエイイエイ。ほぼ音符の力。そうそうそう。オンピーの力。やったね。ありがとう。ありがとう。もういいですよ。何でもええわ。スクラッチみたいなのいいですから。ねえ、さっき最初ね、意気込み的にはなんか私たちもう優勝する気なんでみたいな、初戦敗退という。いや、あ、これだってスタンドイリュージョンじゃないですって。本番はやっぱり私たちが勝ちます。今負けたから、うん、次は絶対勝ちます。裏見つかってもみたいになってる。どうしよう。いや、ポジティブでいいじゃないですか。さあ、頑張ろう。選抜2人に勝ちましたけど、ザワールドの。イエーイ。いや、幸先いいですね。OP が優秀すぎましたね。強かったね、意外と言えたな。意外と言えたな。すごかったね。リノさんが今、変える。え、やめて、やめて。ヒロちゃんの意気込みと全然ちゃうことない。ほんまに、仲良くしよう、仲良くしよう。後でこれあげるし、あげるし、後でこれあげるし、あげるし、私の仲良くしよう。やめろやめろ、こっちもあげるから。こっちもあげる。あー、もろ。はい。さあ、ということで、やっていったんですけど、まあ全然ね、時間が余裕で余ってるので、おーおーおー、都道府県もやっちゃいましょうか。え、マジか。古今東西でピャンピャンみたいな。そう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 、結構むずいよな。でもパッて出てこへんやん。都道府県言ったやつ言ってまいそうやね。都道府県、都道府県、言ける。あ、でも都道府県やったらまだいいけど、県庁所在地とか。それは厳しすぎるやろ。それは厳いわ。やんな。さあ、じゃあ、はい、ニコルちゃんと、はい、ポンプちゃんからいきましょうか。お、お、どうやんの。え、2人でやる。順番にやっていくんじゃないの。じゃあ、4人やから、こう2人になったらこう続いてまうから、うん、あ、ミクロちゃん、ユノちゃん、オンプちゃん、順番並び変えていいですか。なるほど、そうや。ちょっとポンコツなんで、そういうとこやっぱ並び変えるの順番並び変え、あれ、そうやの、なんかなんでリノさん、ちょ、リノは動かんじ。え、びっくりってなったね、今。なんでリノさんまで来たの。うん、じゃあ、これでほら、チームが、あー、ね、そう、ごちゃまぜんの。一番ポンコツだったらリノさんやったから。ここの東西、今一応分かんないので、ここの東西、都道府県みたいな。都道府県の名前だけ。例えばほら、フルーツとかやったらリンゴ、パンパン、メロン、パンパン、メロン、そうそうそう、オッケー。じゃあ誰からいきますか。はい、ミクロピカいきましょう。ミクロピカからこういきましょう。え、で、リノさん言うたらまたミクロに戻るんですか。はい、ではいきます。せーの。古今東西、都道府県の名前、イエーイ。イエーイ。京都、北海道、青森、大阪、岩手、秋田、
山形、北海道、あゆうた、待て、潰し合いしてる、ゆうた、上から攻めた、私が多分ね、あのここ3人ぐらいは上から攻めていこうみたいな。そう、京都一発目やったけど、その後に岩手とか、そう、北海道来たから、あ、多分そういう感じやみたいな。東北攻めていこうかな、北海道から、まあ、青森、秋田、岩手で来てるからって、いきなり大阪とかでも京都、あ、ここ最初ちょっとアホっぽく関西攻めやがった、そう、地元言うとこってなったで、2週目にしてついにあの手遅れで東北行こうと思ったけどリノンさん聞いとかな、聞いててんで、なんでなん、なんでなん、仲間が言った、聞いてんな、上で言うて分かれへん、言った言ったよ、聞いてへんやん、ゲロさんの勢いを潰そう、知ってへんやん、多分割とメジャーどころやから北海道も多分ないと思った方が良かったやつ、うん、もうドゥーンってあるやん北海道、うん、それがな、新潟とかやったらな、続いてこれやめよう、やめよう、え、やめよう、ほらな、やっぱそうなるよな、あなたが間違えたからやめるよそうやな、うん、そうやな、さあ、ということで次のコーナーにもう行きたいと思います、はい、次のコーナー、次のコーナーは、まあコーナー名ないんで、おう、あーって言うから、うわーって言ってください、はい、次のコーナーは、せーの、うわっ、あぁ、はい、でございます、いいなんやろ、これえばっちり、皆さん、はい、皆さんの前にお菓子がございますね、これを、このお菓子の美味しさを視聴者に、そして来てるお客様に伝え、どれが一番美味しそうに見えるかっていうのを競ってもらいます、競ってもらうというかね、プレゼンしてもらいます、食べていいの、食レポってやつやな、やった、まあ、食レポもいいの食べていいのじゃ、うん、食べながら言う、食べることに集中しないでね、夢中になる癖があるから、うん、君たちは OK? OK! なんで2個持ってるんや、なんでカルパス持ってるの君誰なピグのメンバーでカルパス好きなやつ誰なの私やな、これは2個、あ、カルパス2個とも、そう、私の、いや、はい、あ、違う、じゃあ、リノさんからお菓子を開いてんなもん、カメラに紹介してあげてください、いけよ、はい、パッケージ見せて、発酵バター仕立て、ピスコ、名前だけでまあ、名前だけでいこう、じゃあ、おむちゃんどうぞ、はい、ジャガビー、まだ食べないよ、あ、開けちゃった、ジャガビー、うすし味、美味しい、なんかパッケージ出てる、え、こっちや、みんなに解体成分とかバーコード見せてもらう、ちゃうやん、両方それやと思ってん、そしたらこっちだけやったなっていう、自分見たかった、自分だけジャガビーって言うから、そうそうそう、はい、では、ゆらちゃん、はい、トッポです、おい、はい、もう開けて、もう早速食べようとしてましたけど、さつまりこ、おいしいね、おいしい、おいしい、しいね、こっちはいいの、うん、これ、まあ、これはまあおまけ、カルパス、おいしいね急になんかどうしたらいい、どうしたらいい、めっちゃ捨てたい、これ今まず、あのね、この店でこれの美味しさをまず伝えてから食べて、その後に一言添えてください、うん、さあ、なんて、なんて、美味しさ伝えて、一口食べて、なんて言った、食レポ、あ、はい、なるほど、誰か、リノさんから言いましょうか、はい、さあ、ビスコを食べてください、どうぞ、あ、美味しそう、うわー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 、いいな、おいしい、ちょ、いい、え、カメラに向けてね、おいしい、どう、どう、さあ、どうですか、喋ってね、これ今、今、ほんま舞台、今、味わってる時、味わってる時リモーションこれ読もうとしてたんですけど、思いますか、確かに思いのほか口の中の水分を奪っていく傾向はあるけどさあ、どうですか、なるほど多分皆さん普通のビスコは食べたことあると思うんですよ、あのめっちゃ早口若いビスコ、うん、はいはいはい、ありますよね、うん、多分、うん、それを思って食べるとなんやこれ、これはほんまにビスコかってなります、そんなドラマ仕立てになるそうやな、バター発酵仕立てやからドラマ仕立てになるやん、でね、なんか聞けや全然さすが大御所、 MC なんて無視ですよ、無視やな、はい、なんかすごいな、 OKOK、okay, okay、で、なんかどうですか、はい、すいません、発酵バター入りのビスケットで呼んだな、うん、呼んだな、バニラビーンでシード入りのクリームをサンドした、呼んでる、で、呼んだな、あ、もらう、これ実はですね、これまだ食べないよ、君たちは食べないよ、まだだよ、はい、おんぶちゃん、自分のやつを食べましょう、ジャガビーを食べましょう、ビスコは後で食べましょう、いや、美味しいですね、食べたら、その昔懐かしい感じを
何、うん、昔子供の頃食べたなっていうビスコを感じながら大人になっても楽しめる、それがこの新しいビスコですね。はいはいはい、まあ要するに大人向けってことが言いたかったから。いや違う、みんな食べれる。みんな食べれる。そうせやろ、お菓子やん。まあ言ったらこれ、これなんか世界一美味しいお菓子らしいです。らしいです。ふわっとしてる。なんかね、これ私、うん、プロデューサーさんに勧められたんですよ、このビスコ。おー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 。だってこれ、あれツイッターでも言ってる。あ、確かに言ってたね、ハッシュタグつけてなんか世界一美味しいお菓子がどうのこうので。そう、でもほんまに美味しかったです。おお。さすが私たちのプロデューサーやなって思える美味しさでしたので、皆さん、あ、ピグのこと好きな人はぜひ食べてください。はい、ありがとうございます。さあ、ごま祭りが終わったところでね、はい、おんぷちゃんのお菓子どうぞ。いただきます。大丈夫か。それはセットなのか。ちょっと待ってね、開いた。いや、美味しそう、見て、じゃがいもっぽい。まあ、じゃがみです。そう、じゃがいもなんですけどね。じゃがいも、うん、うん、うん。二人続けて口の中に物がある状態で美味しいっていう。うん、あのね、はい、薄塩味がねって言ったらいろんなお菓子があると思うんですけど。確かにね。まあね、でもポテチよりもじゃがびかなと。じゃがいも感がめっちゃあるから好きです。はい、次。おお、もっと、もっと粘ろう。せやな、せやな。え、もっと粘ってよかったで。もういいねんね。ほんと、いいよ、もういいよ。はい、ではゆのさん行きましょう。はい、トッポということでね。トッポは危ない、びっくり。トッポは危ないんですか。待って待って、なぜ進めるんですか、イメージが。トッポはですね、あのこのなんか外のちょっとビスケット的な生地の中にチョコがね入ってるんですけど、まあそっちは見えないんですけど。まあいっぱい入ってるからそう、なんて言ったってもうチョコがねぎっしり詰まってるんです。あの最後までチョコたっぷり。シーンも引用してる。やっぱこれだね、ロッテのトッポ。はい、シーンは多分来ないでしょ。そうやな。え、いいの、え、いいですか。味の感想まだ聞いてない。いやもう本当にチョコのミルク感がねアップしててね、すごく美味しいと思いますね。入ってまーす。入ってまーす。いやでもほんまにこの、あの外のこの生地と中のチョコの、あの甘さの加減がちょうどよくってすごい美味しいです。イエイイエイ。はい、ありがとうございます。まあ今のところ僕の中ではリノさんのやつが一番良かったよ。せやな。お、食レポは濃いな。粘ってた感がまだ私喋るよみたいな感じが良かった。あいつやめんじゃん。ん？なんで？ありがとうございます。ナイジェリアとしか食わない。はい、ではミクロッピーいきましょう。はい。ミクロちゃんが食レポするのはじゃじゃん、カルビーのさつまりこ焼き芋です。おい。はい。でこちら期間限定。期間限定。そう。秋。そう、秋だから。おお、なるほどね。もう9月になったからね。はいはいはい、秋ですのでね。並び始めてちょっと嬉しくないですかこれ。秋が来たなみたいな。そう、並び始めたら、うわ、秋やみたいな。季節を感じる商品。そうそうそう。というわけで、いただきます。さあ、何も書いてへん。何も書いてない。探してみたから。探してみたけど、何も書いてないから。探してない。あのね、さあ、いかがですか。いや、あのさつまりこの、うん、何がいいって、あの、なんていうの、噛めば噛むほど甘みが増す。この感じ。なるほどね。お芋独特のさつまいもとかってそんな感じじゃないですか。うんうんうん、そう。なるほどね。あとなんか、そう、おい、アホさん2組。何食っとんねん、おい。バカだれ。おいしい。いや、俺食えへん。俺食ったら終わりよ。あかんかったわ。というわけでね、いやー、さつまいも、このね、期間限定ですのでね、皆さんコンビニとかでね、見つけたときはぜひぜひお買い求めください。はい、さあ3人は食べたんで、じゃあ食レポしてもらいましょうか。イエーイ。はい、そうですね。はい、もうしゃべり出さないよ。そうですね。うん、鼻から抜けるこのさつまいもの感じ。あ、なんかわさび食べてんの。絶対そう。もしかしてこれはさつまいもを食べているのか。いや違う、この食感はドラマ。さつまりこや。あ、分かった。ドラマ始まってる。こいつアホやな。いや、あれですよ、じゃがりこの食感で甘くて、でも
ちょっと塩が入ってる感じで甘さ引き立ててるんですよ、多分さつまいもの、うんうん、だからすごい美味しいです、うんうん、秋感じます、これ食べたら。ちなみに秋を感じるとどういう感じですか、具体的に。ちなみにどういう感じですか、言ってあげてください。もう言っちゃって、皆さんどうぞ。皆さん秋を感じる。いやもう、いや、お芋といえば、さつまいもといえば、さつまいもといえばね、あの焚き木、焚き木、焚き芋、あれやん、木の葉でコロコロや、木の葉で食欲の秋やな。ちょっと待って、ここで全然わけ分からへんこと起こってます。起こってますし、あの奥の方もあの眠られてますか。起きて自由かよ。奥の方も睡眠時間入られてますか。起きてるよ。起きてます。後で怒られるんで、絶対私たち。なんでなん、誰に怒られるの。コロコロ意味分からへん。じゃあコロコロやん。そう、食欲の秋を感じます。それは多分言ってほしいんやろな。食欲の秋を、もうね、やっぱり秋っていうのはね、良きですよね。良きですね、本当に。美味しい食べ物が多くて多くてね、もうそのうちの一つです、これも。お芋。はい、ということで、はい、お客さん的にはどうでしたか、そのこの 食レポというのか、ただ食べただけというのか。じゃあ、名前を呼ぶので、あのお手数ですが、手の腕力をちょっとだけ使っていただいて、手を挙げていただきたいと思います。リノさんの食レポが良かったと思う人、手を挙げてください。シーン。ちなみにコメントどんな感じですか。コメントはね、ちょっとね、前のちょっと入ってるんですけどね、うんうん、かつてのチーム名のフィギュア全部寄贈したとか、ちょいわるさんとか。おお、ありがとうございます。この子たち、ちょっとザワールが大変なことになってんで、ね、ザワールド。前ザワールド状態になってザワールド。で、翔太さんがね、メガネオンピー可愛すぎ、はい、うわーって言ってます。むちゃむちゃ翔太さん、むちゃむちゃ、イエイイエイ。そして、ちょいわるさん、ジョジョのスタンドの名前って多分ね、これ何でしょうかみたいなことで、うんうん、で、ムーちゃん、オンピーならできる。イン・ユンソクさん、ミクロちゃん、かわいい。イエイ、ありがとうございます。オンピー、かわいいし、早口完璧。イエイ。ヨワタレさん、この流れ、デジャブか。エネさん、てっちゃんさん、おめでとう。遅れてきたな、今。確かに、だいぶ遅れてきた。イン・ユンソクさん、リノちゃん、すげえ。何があの、食レポすごかったというか、いや、パンカベ、パンカベ、パンカベだ。パンカベな。いや、パンカベはそんなにすごかった、確かに。で、エレンさんがね、俺のモモか、いないなー、今日じゃないな。いないなー。あ、でもチーム説明してたから。そうやな、確かにね。イーユンソクさん、おーって言ってます。おーおー、ユンソクさんどうやったの。みんなでおーって言ったと。ああ、あれか。で、ムーちゃんさんが、オンピー完璧、オンピー完璧、オンピー可愛すぎ。ムーちゃん、ムーちゃん、オンピー好きすぎ。ありがとう。で、エレンさんが、俺のモモかって言ってます。待った、再び待った。なんとかコールで呼び出そうとしてるんですかね。え、当者さん、まあ当者さんというちょいわるさんが、え、食べるのって言ってます。食うのか、うん、で、飲み物あげてって言ってます。リノシャンになるほど。あ、ここはあるよ。イーユンソクさん、お菓子、おいしそうって言ってます。おいしい、まあ、おいしそうと伝わってるみたいですね、うん、え、ちょいわるさんが、そのビスコどこで売ってるんだ、食べたいと。あ、あげます、あげます。あげます、あげます。来てくれたらね、どこで売ってるの。それプロデューサーのマネーで買ったやつじゃないですか。そうです。あげます、あげますって、ね、いいね、そんなことして。ちょいわるさんもちょっと、いや、もらえないですよ、あげるよ、ちょいわるさん。コンビニに売ってるのに。でも大学の生徒に売ってたで。だってよ、うん、まあ、大学、まあ、生徒、生徒、そして、むーちゃんさんが、オンピー食レポも完璧。え、ほんま？ありがとう。甘やかしたいよ。甘やかしてんな。多分ね、シャッてやってたで。そして、戸口さん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。え、ちょいわるさんが自由すぎる。うん。とか、ちょいわるさんがゆうと頑張れって言ってくれてます。ありがとうございます。ゆうとさんへのエールね。確かに、今日の4人はちょっとね。マジで美味しいな。で、ヒロさん、ビスコ、アマゾンで今注文した。おー、ヒロさん、すごいな。どのどのっていうの、確かに2人ひらがなでヒロさんって言うの。じゃあ、あー、やな、ヒロさん、買って。まあ、買ってますけども、注文したんですよね。まやで、もうありがとうやん、それは。で、エレンさんが、おーれーの佐々木って。おお、やっと来た、やっと、ユノのターンが来た。2回ほどやって、ももかちゃん来ないって諦めて佐々木に。やっと来た、やっと来た、ユノのターンが。ほんで、ちょいろさん、大学まで行けるか、大体知らんしって言ってます。でも来たらびっくりしましょう。ビスコのためだけに大学行く。ビスコ偉大かってなる。ほんまにね。いや、でもビスコが1個がアマゾンで今注文されてるわけですから。うん、すごいな。すごいね。多分交代や。交代。交代や。アマゾンで買えるらしいので、ね、うん。アマゾンでビスコのね、バター仕立て。
バター発酵仕立て。発酵バターじゃない。発酵バター仕立て。発酵バター仕立て。誰が正解？どれ？発酵バター。発酵バター仕立て。発酵バター仕立てを Amazon でぜひ注文してください。俺はどこの回し前なの？多分。何が？グリコ多分。確かにグリコ。グリコ。さあ、そしてロッテ。まあお菓子コーナーが終わりまして。はい。続いてはね、今週、うん、日曜日に、うん、とあるイベントがポップでありますよね。あれや、うん、はい、いきます、うん、歌合戦についてイエーイ、イエーイ、ぬるっとしすぎじゃない、ゆうとさん、今のは。いや、ちょっとコーナー名が全然思いつかないんだ、僕は。今のはゆうとさんがぬるっとしすぎてたからやで。ごめんなさい、それ全面的に謝るけど。さあ、今週の日曜日、はい、歌合戦がはい、僕行われるそうです。はい、ね、ちなみに、はい。あ、待って待って、あれやな、あれや、殴ってやつやな。あ、なるほど。さあ、ちなみにこの4名は出られるんですか？出まーす。おっと、ん、あ、出ない。僕の2名は、あ、出ないって。あら、え、でもね、すいません、今回はすいません、ちょっと諸事情のため。リオさんとオムちゃんは、でもあれやな、多分6と、あとアニソンボカロ、後輩にあるアニソンボカロ、なんかね、人数が多めなんですよね。うん、いつもより、だから12人。もしかして1曲？いや、だからそこら辺まだ全然決まってないけど、うん、カフェメンバー全員ポップ ID カフェに所属してる子が今12人ぐらい。はいはい、いや、12人やの、多分。はい、確か、うん、そう、12人いるんですけど、そのうちの半数以上は出るのと、あとはキッチンの子も、うん、お、参加予定らしくて、すごいっていう噂を聞いてます。今週6日ですか？イエーイ。そう、6日。さあ、ね、ちなみにどういったイベントなのかちょっと説明してあげてもらっていいですか？はい、普段は私たちは80年代アイドルさんのリバイバル、もしくはボーカロイドやオリジナル曲をね、ここのステージは披露させていただいているんですけれども、その日のみね、あの他のアイドルさんのカバーとかもして、うん、あの女の子が自分の好きな曲を歌って踊って、それを来ていただいたお客さんに審査していただいて、優勝した子を、うん、違う、優勝者を決めるというイベントです。おー、なるほど。イエーイ。ちなみにその優勝したら、そのなんかスタンドイリュージョン的な、その得点は優勝したら、確かランキングのポイントに1000ポイント入ります。そうなんです。なるほどね、うん、そう聞きました。そうです。でね、てっちゃんさんが1人2曲で18時スタートらしいですっていう、まあ、あの4人から長丁場じゃない、もしかして、うん、だから3時間ステージ。お、びっくら、全部を通して3時間ステージらしいです。すごいしゅん、すごいしゅん、3ステージ。もうあれや、ワンマンとかのテンション。本当やんね。すごいやな。すごいね、3時間。それで12人。12人は出ない。あ、12人は出ない。12人のうちの半数以上が出る。が2曲ずつ。そう、まあ、その歌だけじゃないですよね、多分。踊ります。なんか審査項目がいろいろあって、歌唱力、はい、あとエンタメ性、うん、ダンス力、あと何やろ、愛嬌。愛嬌、あ、その4項目で審査していただきます。確か、うん、Yes。 なるほど、いろいろ項目があって、それで審査していただくと。そう。みんな、あれ、決まってます？決まった？曲？うん、まあ、ぬるっと。ぬるっと、そう、ぬるって。決めた。曲は、出へんやろ。曲は決めたらいつ発表するとかあるんですか？なんか、当日までのお楽しみにしとく人もいるし、これ聴いといてくださいっていう人もいます。そう。あ、なるほどね。聴いて、予習しといてみたいな。ステージでこう、ちょっと盛り上げてもらって。そう。なるほどね。ちなみにお二人は、もう言っちゃってるんですか？まだ言ってない。お題どっちタイプですか？どっちタイプ？なんか曲をいろいろ準備してて、覚えられたやつ2曲やろうと思ってるから、まだ言わない。言えないですね、多分それは。でも私、あの、いろいろ曲できるんで。そうやな。その中がチョイスすると。はい。なるほど、ミグロッピは。ミグロッピはね、なんかね、あの、得意不得意がちょっと多すぎるので、ちょっとあの、とりあえずこれやろっかなって決めて、一回ちょっと試して、だから割と多分ね、ギリギリの発表になると思いますね。試しでいいやつを探すと。ちょっと好きな曲が偏ってる節あるんでね、みくるちゃんはね。うん、な、なので、コメントでね、うん、あのロッソベリーさんっていう方が、左から2人目の子はコナンですかって言ってます。ポンプちゃん、確かー、え、コナンか、コナン、コナンになってる、もしかして、コナンか、もしかして、もしかして、もしかするとコナンか、もしかして、もしかしてコナンさんですか。はい、コナンさん、え、ね、いや、ちょっとなんか真実はいつも一つ言ってくれるかなと思って。あーね、
ほんなら、え、はい、こ、え、うん、まあ、なるよね。見た目は子供、素顔は大人、素顔大人素顔大人でちょっと気持ち悪い。何が大人やったの？頭脳、頭脳、頭脳なんかちゃうなと思った子供の見た目でおっさんの顔でしょ。いやいやいや、怖いでしょ。間違えた、間違え、怖いしよ、怖いしよ、怖いしよ、それは怖いしよ、怖いしよ。こいつ子供のくせにめちゃめちゃ老けとんなみたいな。やめてよ、やめてよ、ただの老け顔のちっちゃい子や。やめて、怖いな、ね、コメントでね、ちょいわれさんがね、ビスコ通販、昭和育ちには無理だわ。なんで全然ね、今なら全然簡単にワンプッシュでいくから。そうそう、ポチって、ワンプッシュ、ワンクリックでしょ。うん、そうですね。ああ勉強してください、日本語、ごめんなさいね。せやな、シャンプーシャンプー、はい、ワンプッシュ、ワンプッシュシャンプーでしたね、そうでしたね、気を間違えましたね。今日もいじられてる。そうなんですよね、僕は全然ね、大丈夫ですよ。そしてエレンさんが、今回はすいません、あ、疑わせかな。エレンさん来ないのかね。え、チョウレさんが、多いのか、じゃあ 俺のあれは通常公演だなって言ってます。ん、どれ、俺はどれ、あれですかね、逆疑わせのことですか。ん、じゃなくて、うん、あー、そういうことか。どこだよ。あ、あのデュエットの話じゃない。あー、なるほど。ちゃうんかな、ケイカリンとのデュエットの話かな、かもしれない。続報をちょっとね。オッケーオッケー、詳細を。そしててっちゃんさん、うん、あ、一人で、あ、これは言いましたね。で、むーちゃんさんが歌合戦行くよって。よー、レアンキャラ。しかし、オンピはいないと。そういう、あれ、まあでも来てね。うん、楽しいから。そして、ちょいらさんが、半数以上っていつも7、8人出てるやんって言ってます。せやな、それはちょっとな、言った後に思った。いつもやん。なんか出てる人多かった気すんねんな、いつもより。あれ、こんなに出るんやってなって。あ、そうだけど。いつもよりちょっと多めやと思うよっていう話がしたかったんや。なるほどね。うん、イーユンソクさんが、みんな頑張りーの。ありがとう。みんなって言ってるんですけどね。うん、まあ、リーノだって、リーノ出へんもん。リーノ出へん。頑張りーのって。そうですね、ごめんなさい。あ、応援ね。強めのツッコミ。うん、ゆうとさんも多分もうちょっと言っていいと思うねんけど、言ったら倍返ってくるから、ね、女の子って怖いですよね。女の子、いや、怖いですよね、本当に。ね、さあ、そしててっちゃんさん、ゆのちゃん、藤子不二雄の曲って言ってます。あ、さあ、どうなんですか。ちなみに藤子不二雄さんですか。違います。国民的、違います。まあ、もしかしたら可能性はなきにしもあらずということで。いや、それね、やるとしたらボカロアニソンでしょ、だってどう考えても。あ、さあ、続いてのコメントに行きたいと思います。うん、うん、ロストベイさん、ノリが悪いって言ってますよ、コナンの。え、嘘やん、怒られてるやん。嘘やん、コナンから練習したもん。何、うん、わかった。 次振られたらパン、わかった、次は行くぞ。まあ、その後受けたからいいけどね。やだ。で、翼さんがコアシュン、コアシュン、コアシュン。で、翼さんが、見た目は大人、頭脳は子供ってね。ただ精神ね、結構いい。え、つらい、やん、逆やん、つら。あんま否定できない。ちょいわれさんが、ゆうと頑張れ。あ、なんか最近ゆうとさん指示多いね。なんでなん、そう、ね、なんでなん。いや、多分皆さんが見てる中で、あの、こんだけ言われてるから、うん、ちょっと俺らが味方になったらな、こいつ死んでしまうと思われてんじゃろ。知らんやん。知らん、言ったっけ。何も言うてへんね。何もいじめたことない。無意識のうちにやってる、立ち悪いで一番。ただ、正しいことを私たちは正しいと訴えてるまでですよ。そうやな。いや、僕一番ね、ゆのちゃんで怖かったのはね、あの、ポップにね、普通にね、お客さんとして来た時に、ゆうとさんなんで来たんですかって言われて。じゃあなんか、そういう、あの、こうやって共演してる方がカフェに来るって、何しに今日来たの。今日火曜日って間違ったんかなと思って、何しに来たんですかって言っちゃった。その後に、なんで生きてるんですかって言われて。それは絶対言わんやろ。いや、これはちょっとボケですよ。ボケを我慢したんです。なんかボケがちょっと雑です、それ。いや、ほんまに面白くない。よくない。それはちょっとよくない。よくないわけやったな。ちょっとね、NSC に入り直したいと思います。私がもうすごい、そういう生命否定までしてしまったみたいなになってるじゃないですか。ほら、地上波上で。風評被害ってやつ。あ、多分お客さんとしたら、別に言うとやったらいいやろ、みたいなこと思います、多分。いや、多分な、言うとさ、今そういう感じにはなってないから大丈夫。ありがとう。うん、あげとこうと思って。俺にごましてもそんなにごまでへんけどね。いや、あるやん、なんかいろいろ。はい。そして、ちょいわれさんが、そうです、逆歌合戦の商品っていうことで、あ、映画になって、デュエットはね。あれ、早く歌えたらいいね。ね。ほんとね。だってあれ、割と前ですよね。うん。
そしてイユンソクさんが見たわとがぴょんぴょん、はい、見たわ見たわとがぴょんぴょん、見たハトがぴょんぴょん、どうとハトがやるらしいんかな、ハトが飛んでいるんだっていうことを伝えたいのかもしれない、だからハトぴょんぴょん、ハトが、ハトは平和の象徴なんだみたいなことを言いたいんかな、あーピース。そして翼さん、そういやこの前ミクロッピの公約1週間伸びたんやね、あ、そうですね、そうそう、あのね、はい、この間のサブステージ、ももかとオンピーと私のステージの時に、うん、80s を、うん、あの3部の課題曲以外の無言と、うん、青い風のビーチサイドと、悲しみをこんにちはを次のサブ公演に披露するっていう公約をしたんですけれども、うん、あの5日と6日に、うん、あの3人が揃わないんですよ、あ、なるほど、うん、のであ、だから公約書の一種が伸びちゃう、そうなんです、そうなんです、なるほど、そう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 、まあ、そして、はい、パインさんが罰ゲームは可愛いお顔に落書きだよねって言ってます、はっ、罰ゲーム、何の罰ゲーム、あのどれや、どれだどれ結構あれ、今日やった勝負ごとなんやあれや、それやっちゃう、あのね、今から顔にお絵描きされてしまうとちょっと今後に支障が出るっていう、そうやな、まあ、いずれ顔にお絵描きを、ね、してもらいましょう、いずれ顔にお絵描きしてもらいましょう、水でいずれ、いずれ、いずれ、もうあかんな、うん、水でそして、あ、ちょっと僕勘違いしてました、ちょいわるさん、違う、ちゃんと仕切って言うとって言ってます、ああ僕を応援してるのではなく、あいや、こいつらを束ねろよみたいな、あ、そういうことか、仕事しろよって言われて、お前押されてるぞって、ないや、確かにそういうプッシュがある、 MC が圧倒されてます、ナチュラルに食べようとしちゃった、そして、ロストベリーさんが誰一人知らない人たちですっていう、今回出てるメンバー、まあ、してる、はい、してはらない、紹介しましょう、紹介しましょう、はい、ユノです、オンピーです、赤ぶったもたけのこにょっき状態や今のはい、ミクロです、オンピーです、はい、リノさんです、こんにちは、はい、皆さんちょっと覚えてあげてください、いえ、で私ロストベリーさん昨日見たで、えロストベリー来はったん、うん、コメントで、あっケイカちゃんのショールーム見たから、エレンさんが俺のユートって言ってます、あ、ゆうとさん、あれや、たぶんゆうとさん TO とかやと思う、エレンさんは、もはや、エレンさんは僕、トップウォーター、まあ、これは不名誉かもしれませんが、ちょっと称号を授けたいと思います、よろしくお願いしますって、不名誉、笑った、不名誉、自分でちょっとあの、ひげしすぎな部分ある、そしてゆうとさんはな、ロストベリーさんがケイカにしか知らないです、そうなんか、だからその、ショールームで見て、ケイカリンを、まあ、見たから知ってるって、ケイカリンの配信しか見たことないけど、そうそう、あ、そういうことか、かな、そうやねんな、私も昨日コメントでそしてちょいわれさんがそよ風はーって言ってます、ああね、ペパーミント、あれはな、あれはさ、あれはちょっと新しすぎて、あれは多分アイドロイドじゃないから、うん、3部の子はそう違うんです、違う、そう多分な、そう、ね、なるほど、ちょっとね、ちょいわれさん、分からんやつや、違うらしいです、分からん、そしてイーユンソクさんが日本語は難しいですねって言ってます、そうだね、でもユンソクめっちゃ上手やから、うん、上手やと思う、日本語検定5級受かったよって言って、あ、そう、おめでとう、5級ってどういうことなの、分からへんけど、とりあえずあれや、日本語のなんか英検みたいな、そう、英検5級受かったみたいなやつや、うんうん、そしてエレンさんが D のユノ、ボンプ、ミクロマンって言ってます、イエーイ呼ばれた、さあ、ということで、はい、お時間の方いい感じになってまいりましたので、告知、はい、行きたいと思います、はい、どれどれ、なんかいろいろあるやろ、大きいやつがいい、大きいやつ、まあ、今週の歌合戦とか、まあ、近しいやつからいきます、近しいやつ、9月のまず5日にピグの選抜メンバーの話なんですけれども、はい、アイドルプラネットというイベントに出させていただきます、うん、ポッパイディカフェからすごく近い会場でワクテカシアターというところでやらせていただきますので、うん、皆さんぜひぜひ外部イベントも応援よろしくお願いします、そして6日が6日があの先ほど言っていたポップ ID 歌合戦となっております、女の子たちの白熱したバトルが見れる日となっておりますので、皆さんぜひぜひ遊びに来てください、来てください、ほいほい、そしてあとあと13日に、ここポップ ID ステージでアイドルフェスティバルというものが行われます、はい、ピグももちろん出演しますし、ピグ以外の外部のアイドルさんもこちらに来て、歌と踊ってしてくださいますので、皆さんぜひぜひその日は一日ポップ ID ステージで楽しみましょう、イエーイ、で16日に、
スタンドイリュージョン、先ほど言っていた私とリノさんで、音符とミクロ、うん、であとケイカちゃんとハルナちゃんと、アスピスで、あとモモカ、アムル、ミリンのチーム、うん、4チームで戦います、はい、でどのチームかが勝つとですね、あの公式チームに任命されるということで、皆さんぜひぜひおひちゃんの入っているチームを応援しに来てあげてください。よろしくお願いします。お願いします。はい、そして19日が、はい、ボカロアニソン歌合戦となっております。ポッパイリ歌合戦とは違って、ボーカロイドかアニメのソングのみの縛りがかかった歌合戦となっております。こちらも女の子たちがね、もうね、あの本気で戦いますので、皆さんぜひぜひ応援よろしくお願いします。はい、そしてその次の日、9月の20日、こちら重要なイベントとなっております。こちらピグのですね、ワンマンライブということで、9月の20日にワンマンライブをさせていただきたいんですけれども、なんとなんと62人前日までにチケット予約販売しないと開催することができません。はいはい、ですので皆さんぜひぜひピグの応援よろしくお願いします。お願いします。お願いします。そしてその次の日は、結構前に支援ゲージが達成したと思うんですけれども、うん、そちらの支援ゲージ達成ライブということで、 ライブ配信ということで、アイドルブックで、ステージを配信します。ここのポッパイリステージで、ぜひね、配信ではなく生でここのステージを見に来てください。はい、はい、そしてその次の日は名古屋にピグの選抜メンバーを遊びに行かさせて、遊びに行くんじゃねえな、そうクラブサル、クラブサルそれ間違ってますね、うん、クラブサルのイベントに出させていただけます。イエーイ、久しぶりにね、名古屋に行けるので、皆さん名古屋で応援してくださってる方も結構多いので、うんうん、あと東京の方とかもね、名古屋の方が近いと思うので、皆さんぜひぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。お願いします。そんなもんですかね、ということで、うん、待って、はい、9月18日は私の生誕祭、うれしゅん、ごわしゅん、うれしゅんフェスティバルがございます。ぜひ来てください。イエーイ、はい、さあ、ということで、はい、お時間がちょうどいい感じになってきましたので、いえあなたのアイドルとビグで締めて終わりたいと思います。いはい、ではじゃあ今日はリノさん、どっち、どっち、3ついたらちょっとリノさんにこう初認識していただきたい。はい、あ、はい、あ、そういうことか、はい、せーの、あなたのアイドルよピグ、ありがとうございました。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。どっち、バイバーイ。めっちゃセルフや。めっちゃセルフ。ありがとう。バイバーイ。はい、またね。いえ、ピグ、お疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。あ、ええー、もうビスコない。やっぱりない。さあ、この後はビスコが。